はい、哲也です。今日はね、安倍総理敵基地攻撃に言及というテーマでお話してみたいと思います。先日辞任表明をしたね、安倍総理が9月11日ついにね、事実上敵基地攻撃能力の保有をね、示唆しましたよ。これはね、弾道ミサイルなどを阻止する安全保障政策を年末までに示すとのね、首相談話の中で明らかになったんですね。とは言ってもね、敵基地攻撃能力の保有に慎重な公明党に配慮してかね、敵基地攻撃能力という言葉自体が談話に盛り込まれたわけではないんですね。まあ、実際にはね、今年6月に河野太郎防衛大臣が配備停止を決断した地上配備型ミサイル迎撃システム、すなわちイージス・アショアの代替策を検討していることを明らかにした上で、迎撃能力を向上させるだけで本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことができるのかと問題提起をしたんですね。そしてその上で、抑止力を高め、我が国への弾道ミサイル等による攻撃の可能性を一層低下させていくことが必要と訴え、新たな方針をもとに与党との協議を経て年末までに新たな方策を示すべきとしています。この首相談話はね、9月11日の国家安全保障会議、いわゆる NSC で、了承されました。現段階ではね、閣議決定は行っていないようですけどね、新政権では具体策が策定され、年末に改定する防衛計画大綱とね、中期防衛力整備計画に反映させる見通しとなっています。これまではね、イージス・アショアなどのいわゆるミサイル迎撃だけで抑止力を高めようとしてきたんですけれどもね、総理の頭の中にはそれでは不十分というね、認識が、まあ、どんどん強まってきたんでしょうね。これはこれまでの政権ではなかなか踏み込めなかった重大な一線を越えたものでね、安倍総理が退任と引き換えのいわば置き土産とも言うべき内容と言えるでしょう。これにより日本はね、ついにミサイル迎撃を中心とするミサイル防衛から、相手領域内で弾道ミサイルを阻止すること、すなわち敵基地攻撃を含むミサイル阻止へと大きく舵を切ることになりそうです。ただしその具体化はね、次の政権に委ねられているわけでね、その意味ではこれはいわば安倍総理から新政権に引き続き議論し結論を出すことを促す、まあ、いわゆる宿題という意味合いもありそうですね。実際安倍総理は談話発表後にね、記者団に対してこの問題を次の内閣でもしっかり議論してもらいたいと、まあ、語りましたよ。ただしね、安倍総理自身の考えを次期政権に押し付けたり縛ったりすることにはならないとした上でね、国民の生命と財産を守るためにシームレスに議論していくのは当然のことと付け加えたんですね。ここでもう一度ね、そもそもなぜ河野防衛大臣が地上配備型ミサイル迎撃システムであるイージス・アショアの配備を断念したのか、その理由をね、振り返っておきたいと思います。私はね、配備断念の主な理由としてはね、今から言う3つがあると思うんですね。断念理由その1、コスパが悪い。イージス・アショアの導入費用は非常に高価なものでね、山口県と秋田県に1機ずつ計2機配備するだけで、なんと5000億円程度は軽くかかってしまいます。その一方でね、日本を攻撃することを想定した北朝鮮のノドンはね、一発いくらだと思いますか？3億5000万円程度だと言われてるんですね。仮にね、20発撃ったとしても約70億円、70億円のミサイルを阻止するのに5000億円ってちょっとコスパ悪すぎませんか？それにね、今はね、5000億円とか言ってますけどね、結局ね、なんやかんや言って最終的にね、1兆円ぐらいにね、すぐ膨れ上がってしまうんですよね。まあ、あの東京オリンピックだってそうだったじゃないですかね。そう考えるとね、イージス・アショアはね、非常にコスパが悪いとね、言えるでしょうね。断念理由その2、敵の飽和攻撃に耐えられない。最近北朝鮮が開発したミサイルはね、ステルス性が高く、レーダーにね、探知されにくいように設計されていてね、最終段階で軌道を自在に変化させられるといったね、まあ、ロシアのね、イスカンデルというミサイルにね、類似した特徴があるそうですね。
ですからそもそもね、一発でね迎撃すること自体がまあ難しくなってるんですよね。その上さらに10発とか20発とかね、まあ同時発射、つまり飽和攻撃された場合にはね、イージス・アショアでは全く太刀打ちできないってことなんですね。北朝鮮がもし本気でね日本と戦争しようと思ったらね、一発ずつ小出しに撃つと思いますか。海軍空軍兵力に乏しい北朝鮮は、日本との戦いでは一か八かの飽和攻撃、つまりミサイル大量発射に踏み切る可能性が高いと見るべきでしょう。私はね、北朝鮮はまあ10発か20発ぐらいね同時発射する可能性が高いと思いますよ。またね、これあまりね想像したくはないんですけどね、中国がですよ、日本を攻撃する際にはね、まあもっとね数百発レベルの大量のミサイルをね発射してもおかしくないじゃないですかね。まあ中国がね核弾頭を積んだ弾道ミサイルをね数百発も日本に撃ち込むなんてことはあまり考えられないんですけどね。しかしね、北朝鮮よりもはるかに多くのミサイルを撃つ能力があることはもう否定できないでしょうね。そう考えるとね、残念ながらイージス・アショアではこうした飽和攻撃に対してはほとんど無力と言わざるを得ませんね。断念理由その3、そもそも目的が曖昧。よくイージス・アショアは日本を守るために配備すると言われてきたんですけどね、私はそのことについて疑いを持ってるんですよ。山口県と秋田県に配備するのは、実は日本の本土防衛が主目的というよりも、実は米国領のグアムやハワイの防衛のためではないかという見方があるんですよね。日本の大都市を防衛するのが最大の目的なら、東京、大阪、名古屋といったね大都市に近いところに配備した方がより効果的だと思いませんか。私はね、軍事専門家ではないんで、正確なことはね申し上げられないんですけどね、イージス・アショアの配備目的がどうも日本防衛だけに限定されているわけではないのではないかと思ってるんですね。つまり、まあ日本の防衛にも役立つけれども、それ以上にグアムやハワイや、まあ場合によってはね米国本土の防衛が念頭にあるような気がしてならないんですよね。まあそう考えるとね、イージス・アショアの配備目的は実は非常に曖昧ではないかなと思わざるを得ないんですね。まあ以上の3つがね、イージス・アショアの配備断念の主要な理由だと私は思っています。もっとも河野防衛大臣はね、配備断念の理由をね SM3 ブロック 2A と呼ばれるね迎撃ミサイルのブースター、これいわゆるミサイルの推進補助装置なんですけど、そのブースター等の落下をねコントロールできないからと言ってるんですけどね、まあ疑わしいですねなぜならブースターへね、その破片がですね住宅地に落ちる恐れなどね、まあ広島やね長崎方の何十倍もあるというね、相当な被害が出そうなね原爆がですよ、数十発もね同時に打ち込まれる際にね、そんな破片とかさ問題になりますはっきり言えばね、私はブースター等の落下がコントロールできないというのは本当の理由ではないと断言してもいいと思いますよ。ところでね、今回の首相談話におけるね敵基地能力の保有に関しては、次のような3つの付帯条件がありますので、最後に少し触れておきたいと思います。付帯条件その1、専守防衛の考えに変更はない。まあこれは要するにね、敵基地を攻撃するにしても、それはあくまでも防衛の域を出ないというようにするということなんでしょうね。付帯条件その2、日米の役割分担に変更はない。米国は矛、攻撃、日本は盾、防御というね、役割分担の基本方針に変わりはないということなんでしょうね。ただしこれを、まあ、厳密に捉えるとね、日本を守るために敵基地を米軍に攻撃させるということになりますからね。まあアメリカからはね、ちょっと虫がよすぎないかってね言われる可能性ありますよね。日米によるね十分なすり合わせが必要になってくるでしょうね。付帯条件その3、公明党ともしっかり協議する。公明党は敵基地攻撃能力の保有に極めて慎重な立場なのでね、まあ公明党の説得がね非常に重要になってきますよね。まあ現状ではどう考えても非常に難航することが予想されますよね。場合によってはね、まあ公明党の連立の解消という議論がね自民党内で出てくる可能性もね、ないとは言いませんね。
まあ、いずれにしてもね、以上の3つの付帯条件、1、専守防衛の考えに変更はない、2、日米の役割分担に変更はない、3、公明党ともしっかり協議するというね、この3つの条件は、まあ、極めて高いハードルになる可能性がありますよね。まあ、しかしね、イージス・アショアに頼れない現実がある以上、このハードルは必ず乗り越えなければ、日本の領土、日本国民の生命、財産を守ることはできません。新政権にはね、この安倍総理の置き土産や宿題をね、ぜひ前向きに受け止めて、まあ、ごまかすことなくね、しっかり取り組んでほしいと思っております。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck! 目覚めよ、日本人。よろしかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。